とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備を使っていこうと思います。これもらいました。ミステリーアーマーですね。ミステリースキルを見てください。まず一つ目に、アーティファクトのクールダウン、マイナス 40%。そして二つ目が、回避中に一瞬だけ無敵になる。ですね。そして黄金でクールダウンがついて、下にもクールダウンが3つあります。クールダウン5っていうことだね。クールダウン5。で、この一瞬だけ無敵になるスキル。これですけども、回避をすると、自分の周りに黄色い丸っぽいのが出るんですよね。この黄色い丸が出てる間は、完全に無敵状態になります。まあ、時間にして大体 0.5 秒ですね。0.5 秒間完全に無敵になることができます。で、クールダウンが5ありますので、ハメをね、無条件で連続使用することができるんですよ。なので、ずっと無敵になるビルド、ということですね。これ実際のところまだやってないのでわかんないんですけども、完全に無敵になるのか、どうなのか。ちょっと試してみたいと思います。まあ、とりあえず、クールダウンを全部入れてみましょう。クールダウン5ですね。そうしたところ、こんな感じ。ちょっと連射器入れてみよう。あ、若干黄色が溶ける時があるっぽいけども、まあまあまあ、ほぼほぼ無敵かな。うん。これちょっと待って、羽を2つ入れたらどうだろう。羽を2つ入れると、もうちょっと回避速度上がらないかな。1つだったら、こんな感じだよね。で、2つだったら、変わんない？あ、若干早い。2つ入れたら若干早いね。あ、こっちの方が、無敵時間が長い気がする。一つよりも、うん、二つの方が無敵時間は長いですね。はいはい。まあ、とりあえず、羽を一つ入れてやってみましょう。それでは、さっきの生い茂る寺院かな。行きましょう。プレイヤー速度が 20% 増加。いいね。で、長弾を持ってて、凍結を敵が持ってるのか。ちょっと嫌だな。で、冬の指先、そして稲妻の矢筒を2つですね。で、骨の棍棒でいきまーす。で、全ボタンを連打してます。これでガシガシいってみましょう。OK。ん？あ、まあまあ、敵を先に倒したって感じか。いや、でも、突撃していってるよ。突撃していっても特にダメージは受けてない。うん、あ、いいかもしんない。やっぱそうだよね、ほぼほぼ無敵状態だから、まあ、若干切れる時があるのよね、この着地の瞬間ぐらい。ああ、危ない。羽ぴょんしなくなる時がある。それがちょっと怖いな。あ、段差だ。段差ね。段差に行くと、羽が発動しない時があるんで、その時ちょっと注意しなきゃいけないね。ちょっと段差には注意していこう。はいはいはい。で、あとその着地の時にね、ダメージもらっちゃうっていうのは、それはもう仕方ないよ。うん。100% 無敵ではない。みたいなので、ここだけ注意していければいいかな。うん、まあ、基本的にはもうほぼ無敵です。基本無敵。ただその段差の時がちょっとダメージ受けちゃうのと、あとなんか弱いエンチャントとかもありそうね。変更とか弱いんじゃない？いや違うか、変更は大丈夫か。だって跳ね返ってくる時に無敵であったらダメージ受けないからね。こっちいないな。
反対側行きましょう。まああとなんか弱そうなやつもこれで判明すればわかるかな。あっ食らった。やっぱりね、やけどには弱い。あぶね、やけどにはちょっとダメージ受けるっぽいね。ああ、で完全無敵ではないのでやっぱり若干注意していかないと死んじゃうね。うん、若干注意して立ち回らないとダメっぽいね。オッケーオッケー。ここは、あ、ここはいないタイプだ。脅威が2の、クリーパーに変わるですね。まあ特に問題ないと思います。このまま進んでいきますね。あと弱いのが分かった。トゲ。トゲでダメージ受けるね。で、しかも近接でトゲ殴っちゃうと、もろに食らうので、ちょっと注意が必要。トゲには必要。で、変更はね、大丈夫だった。変更、あ、やばい。タネピョンしてない。変更は大丈夫。まあ、とにかく、今のところ脅威なのが、トゲでしょ。そして、段差、うん、トゲと段差と、あと、やけどにはちょっと弱いっぽいね。それにはちょっと注意していけばいいと思います。うん。あ、あとね、このボタンをね、4つ同時にね、押してるので、指が、あ、なん、ああ、羽ぴょんしてない。ここちょっと段差が多すぎてやりにくいな。あ、で、トゲがついてるんかい。もしかして今トゲでやられた？まあ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 。基本的には無敵だけども、まあ死ぬときは死にますよっていう感じですよ。うん。まあまあ完全に無敵なんてね、やっぱりないと思うので、仕方ない。キャプテンはもうちょっといないか。あ、いるいるいる。おー、いたいた、なんか食らった。これぴょんぴょんしてないな。段差で。ちょっと待って。段差があると本当にやりにくい。ここいるでしょ、キャプテン。あ、いた。はい、キャプテンを倒していきましょう。動きにくい。でこぼこがあって動きにくいよ。モブダメージが、140% アップですね。なかなか楽しくなってきたよ。行きましょう。終盤戦に来てまーす。これ分かった。雷の矢筒、一つでいいわ。もう一つは、なんか、補助的なやつを入れて、もうボタンを勝手に押すように設定してた方が楽です。指が楽。うん、矢筒は、やっぱりクールダウン5だからね。クールダウン5もあれば、そんなにいらないわな。はいはいはい。とりあえず、下にも潜るけども、こっち側から先に行きましょうかね。うん。モブダメージがこんだけ上がってれば多分ワンパンで死にそうだけども、まあまあまあ、このデコボコの中に入らなければいけるでしょう。2体いればいいね。あ、いるな。ちょっと待って。あ、問題ない。どこ？あ、いたいた。あー、ちょっとの隙を縫って攻撃してきやがったな。ちょっとの隙がね、やっぱ出るんだわな。ナイトモードー、いないか、もう。あー、もういないですね。はい。では、ボス行きましょうか。いや、階段厳しいな。階段は引っかかるから厳しい。では、ボスですね。ボス問題ないっしょ。うん。むしろボスの時は方向キーも何も押さずにいいです。多分。ああ、でもザコ倒したいな。倒してくれるか、勝手に。方向キー何も押してない状態ですが。あ、毒か。はい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 。ちょっと待って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 。回復したいけどね。これ全方向に打つあの毒のやつ。あれで結構。食らうか。あ、でも食らわないときは食らわないわ。うん。ああ、なんか止まって死んでた。うん、ああ、うん、あ
いいんじゃない、こんなもんじゃない、完全無敵じゃないからね。まあ仕方ない。では最後まで行っちゃいましょう。ここも最後ちょっと段差があるので、そこちょっと注意かな。 OK、 段差抜けた。あとは問題なくいけるでしょう。うん、はい、ということでクリアでーす。はい、ということで戻ってきました。今日はね、いただき物ですけども、ミステリーアーマー使ってみました。クールダウン5の一瞬だけ無敵になるですね、耐久力は抜群です。ただし、注意しなきゃいけないエンチャントがありますね、まずトゲ、そして、火傷、うん、そこら辺にはちょっと注意しないとやられますね。うん、あと毒にも弱かったな。毒にも弱い。うん。でもまあ、ぴょん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 しとくだけで、簡単にいけるので、すごくいいです。ただしこれ、俺、持ってるやつじゃないので、ギフトすることはできません。まあ、一応ね、探しながらは、古代狩りをやろうと思うんですけども、これは出ないかもな。難しいもんね。ミステリー厳選は難しいんだ。はい。まあ、今日はこんな感じでございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。